場するのは防衛大学校騎乗隊。第3章冒頭の演奏は自衛隊の朝を知らせる起床ラッパ。この起床ラッパは自衛官とまだ学生という組織の違いはあれど、世代をまたぎ防衛大学校においても同時刻同内容にて校内に鳴り渡ります。そして自衛官未満である彼ら彼女らは次の世代の国防を担うという重要な使命のもと、幹部自衛官になるために必要な育成期間を過ごしています。世代を超えて受け継ぎ発揮する若き力、防衛大学校騎乗隊によるファンシードリルです。
大学校によるファンシードリル。指揮は防衛大学校第4学年田中祐希。ドラムメジャーは同第4学年、田瀬康平でした。